はい、今日はベストスコア70代サラリーマンゴルファーの私がゴルフってなぜ難しいのかについてお話したいと思います。ゴルフが難しい理由が分かればそれに対応する対策が練れるんで、これだけでスコアアップ間違いなしだと思います。まず一つ目、ゴルフはターゲットに向かって正対しないスポーツなんです。正対しないってどういうことかと言いますと、打ちたい方向に向かって顔や体向いてない、真横を向いた状態で打たないとダメなんです。他にそういうスポーツってあまりないんですね。ダーツとかアーチェリーとか、あと野球のピッチャー、打ちたい投げたい方向に対して体顔は向いた状態で投げます。でもゴルフっていうのは打つターゲットに向かって横向いた状態で打たないとダメなんです。ここが難しくさせているまず一つ目の理由だと思います。この正対しないことによってどのようなミスが起こるかというと、インパクトの瞬間、インパクトの直後からボールがどこ行ったかを見たくなって顔がすぐ上がってしまう、打った後すぐボールを見てしまう、これによってボールに当たらない、体が開いちゃう、スライスする、こういったミスが起こりやすいと思います。プロゴルファーのインパクトの瞬間の写真を見てください。ほとんどが顔残ってます。体は行ってても顔は残ってます。そして右顎が乗ったぐらいでやっと前を向きます。インパクトの瞬間一緒に顔を向いているのはアニカ・ソレンスタムもしくはリュウ・リツコぐらいです。ルックアップ打法、あとみんなインパクトそこを見てます。打ち終わって右肩が顎に当たったぐらいでやっと前を向きます。こうすることによってミスが多少防げます。2つ目です。クラブの芯とボールが小さい。クラブの芯って小さいんです。そしてボールも小さいです。ですんでプロでも常に芯で捉えるのは難しいと思います。まして我々アマチュアサラリーマンゴルファー、なかなか毎日練習することもできずに球のラウンドで毎回芯で打つことかなり難しいです。ですんでどうしたら常に芯でボールを打つことができるようになるか、これはもう自分なりにスイングの形をもう固定していくしかないです。これはもう自分でロボットのように毎回同じ基準で打てるように形を固定してしまうしかありません。全員がタイガー打つようなスイングができなければいけないわけでもありません。自分のスイングの形をまず固定しましょう。自分なりの基準を一つ作っていきましょう。三つ目、シャフトがしなったりねじれたりする。クラブをショットの瞬間に全力で振ると柔らかければ柔らかいほどシャフトってしなります。そしてしなるだけじゃなくてねじれます。トルクしなって、そしてこっち方向にねじれます。一瞬のことなんで気づかないんですけど、実はかなりしなってねじれてます。しなるということはしなり戻ることがあるということです。柔らかければ柔らかいほどこのしなって戻るという動きが大きくなります。ですんで自分でインパクトの瞬間ペースが返ってきてると思ってても、実はしなってねじれて全然ペースが返ってきてないっていうこともあります。逆にしなり戻りで戻ってきてペースが閉じたっていうこともあります。これがゴルフの難しいところです。ですんで自分に合ったシャフトの硬さ、そしてしなるんだな、そしてねじれるんだなっていうことを理解して練習しましょう。これだけでショットが安定してくると思います。これを分かってるか分かってないかでショットがまた違ってくると思います。ボールを上げないといけないっていう先入観、まずこちらの動画を見てください。このようにボールをインパクトした後に前の芝ターフを取っています。しかし初心者の方はゴルフボールを高く上げないといけないっていう先入観があるんで、どうしても右足体重でしゃくり上げる動きをしてしまう方が非常に多いです。この先入観がなくならない限りゴルフは上達しないと思います。ですんでボールを上げるのは誰の仕事かというと、クラブのロフトの角度です。この角度が球を上げてくれます。厳密に言うと赤道のちょっと下にリーディングウェッジを入れて、そこからまたクラブは下方向に動きます。そうするとボールはフェース面を駆け上がって球は上がります。これを分かっていないと常にボールの手前をダフることになります。
これてるようで皆さん分かってないです。ラウンド中ダフってる方はボールの前のターフを取る意識を持つだけで本番の芝でクリーンヒットできる可能性が高まります。次、気候、風、雷、傾斜など常に打つ状況が一定じゃない。これはラウンド中常に同じような状況で打てない、さまざまな傾斜で打つことになります。みんなのゴルフというゲームをされたことがある方は分かると思いますが、傾斜の急なところ、あとライが悪いところで打とうとするとインパクトゾーンのメモリがすごい小さくなります。これリアルゴルフのラウンド中でも同じことが起きます。ライが悪いところ、傾斜がきついところでウッドを持ったりして OB してしまう不審者の方めちゃくちゃ多いです。ですので、どういう状況、どういう傾斜、どういうラインの時にどういうことが起こるっていうのを一つ一つ学んで理解しておくことが大事です。常に一定の状況で打てるわけじゃない、この状況だとこういうミスが起こりやすいんでこういう風に打とうっていう引き出しが多ければ多いほどスコアは良くなっていきます。周りの目、これは打ちっぱなしでいいショットが打てても、いざラウンド中は同伴者がいてるんで周りの目があるんで、緊張したプレッシャーのかかった中でいいショットを打たないとダメです。ですんで、普段の打ちっぱなしの練習の時から誰かから見られてる状況で大事に一球打つ、誰かと勝負して一球ずつ打つ、このような練習が非常に大事になってくると思います。打ちっぱなし場で何発もパン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 打っててもプレッシャーがないんで実際のラウンドでミスが起こります。一球一球大事にプレッシャーをわざとかけてその状況で打つ練習が必要です。最後、普段以上の力を出そうとしてしまう。ラウンドで2組のコンペなんかの1打目、何組か周りのメンバーが見てくれている時にティーショットを打つという状況よくあるんですけども、もう普段以上飛ばしてやろうっていう風に思ってなくても、どうしても体そういう風に反応してしまうんで力んでしまいます。これがゴルフの難しいところです。楽に打とうとして逆に体止まって引っ掛けてしまったりすることもあるんで、非常にゴルフって難しいです。ですんで、いかに自分の力コントロールするか、ここは永遠のテーマだと思います。自分の場合は力んだらスライスをする、力を抜いて軽く振ったらフックもしくはドローをするっていうのが分かってるんで、それをコントロールしてラウンドするようにしています。今日はこんな感じです。また次回ゴルフのトークもしたいと思います。ありがとうございました。